はい、ということで今日はですね春日部、に来ました。で春日部前からねちょっと気になってる街であったんですけども、超能ネットワークぜひご覧ください。アイアン超能カモン。クレヨンしんちゃんの、舞台ですよね確かね、春日部を舞台にさまざまな、悪ガキのね、しんちゃんをもうちっちゃいうちの子供がもう今17と14なんですけども、まあだからやっぱ小学校低学年の時とかは、テレビも見てたし映画館もね2回ぐらい行ってると思うんだよね。ちょうど行ってるんですか。行ってる行ってる。そう子供が見たいから連れて、はいはい、で俺は途中から寝てたかもしれないけどもいやもしクレヨンしんちゃんは非常にお世話になってて全く縁がないような感じですけども、実はもう子供がちっちゃい時には、アンパンマンランドとかね、はい、トーマスとかそういうのじゃないですか。あトーマスも行ってる。あそトーマス大好きだもん、はい、だってトーマスが好きだから。そう埼玉来てんだよ俺埼玉の、鉄道博物館、はい、あそこもね何回か来てる、まあ、あそこはやっぱ子供喜ぶしミニチュアになってる。あ東武スクエア東武スクエアあんじゃん、はい、そうそうあれは結局行かなかったね。で多分大人になってからも行かないと思うんだけども。ドラえもんとか。あそうそうドラえもん行った。ドラえもんが川崎にいるんだよ。ドラえもんミュージアムが確か。あそっちなんですね川崎は。そう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 、うん、そうそうそれ小さい子供が見るようなアニメキャラが制覇してますね。そうだよね多分だってみんな多分行かないと。あと下は女の子だからそのプリキュア系とかね、はい、ちょっとプリキュアまさか映画行ってないですよね映画は行ってるよ多分。プリキュア行ってるよ俺絶対。プリキュア行ってると思う、でお兄ちゃんはウルトラマンまで、ねはいはい、行ってたでしょ。で仮面ライダーもそうでしょ。はい。あだからお兄ちゃんの方がなんか記憶にあるけど下はやっぱディズニーランドとかあんな感じだよね。すごいいいお父さんいてますね。そうだよだってあと USJ だとかね。はいはい。そう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 。だからそうだからしんちゃんは、ね、一時なんかハマってる時あったのよ。でみんなが見て面白い。でマルティーナも しんちゃんの漫画はよく言葉がわからなくてもなんか面白い。あのお尻振ったりとかなんか。そうそうそう、うん、であのお母さんが困ってる。はい、うん、そうそうなんかあのなんか家族構成もなんかあれなんだっけ お父さんお母さん、しんちゃん、はい、それから誰だっけ。もう一人子供が赤ちゃん。もう一人いるね女の子だよね、はい、そうなんかうちと似てたから。そう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  だからなんかあのミスター。ああそうだから俺らの世代は天才バカボンだけども、はい、あの家族で行くと、はい、で俺があのバカボンのパパになっちゃうんだけど奈緒君がバカボンでね。そうそうだからしんちゃんのあの家族構成を多分なんかこうなんか うちのファミリーとこうなんか映して見てる感じもあったね。なんかそう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 。もうでもさすが大きくなると見なくなるんですよね。いやだけどねやっぱりね子供たちがねあのしんちゃん言葉をなんか真似してたの思い出すもん。なんか下の女の子なんか確かね。そうそうそう。あれ春日部あそこにしんちゃんフラット。
日光、日光街道、日光街道、お邪魔します。こんにちは、お邪魔します。はい、これは何ですか。ハスカベさんのジュース。はい、あ、梨、はい、完熟梨をギュッと絞った 100% の梨ジュースです。こちらもあれですよね、なんかあのイチゴとかも有名なんですよね。そうですね、イチゴはあの種類がアマリンの、あ、アマリン、はい、でこちらにジャムがあるんですけど、はいはい、あ、ジャムあるんですか。はい、日本一の、日本一取ったんですよ、あまりの種類が、はい、ヒロファームというハスカベにある農家さんなんですけど、そこのあまりを使ったジャムです。じゃあこれ、これ、これは1個買おうかな。なんかすごい美味しい美味しいって言って、あ、そうなんですか、ね、あ、よかった。はい、カスカベせんべいも、カスカベせんべいも有名なんですか。有名っていうか、結構おせんべいさん多いですね。あ、はい、こっちなんか多いですよね、埼玉って、はい、老舗のごちそうさんとか、あとはカスカベ笑顔さんとか。え、甘いのってどれやつですか。甘いのはこちらのモナカと、モナカってどれやつでしたっけ。あれか、あんが入ってて、あんが入ってて、こちらは栗が入ってて、こちらは白いお餅、お餅が入ってます。あ、じゃあこれも1個ずつ買ってみようかな。ありがとうございます、はい、あと向こうにあるのは、はい、あれは不動産ですかね。あれ不動産ですよ。不動産、どうですか。あ、違うんですよ、これ。いや、なんか不動産のビルかなんか違うの。あ、違うんだ。これはあのクレヨンしんちゃんの、はい、あ、はい、あ、入って、漫画に出てくるあのカスカベの場所、あそこから入ってきた時に、はい、ここに、あ、なんか不動産物件もあるのかなって後ろから、あ、そうです、違うんですね、はい、はいはい、あ、はい、こういうとこにあるってこと、はい、漫画の中でモデルになったところが載ってます。名前をたまに変えるんですよね、はい、この本当のこれになるの、佐藤九日堂、はいはい、本当は伊藤洋華堂なんですけど、はい、はいはい、こちらしんちゃんの、あ、これにやっていいんですか。はい、どうぞ。もう子供がね、お世話になりましたから、しんちゃん。あ、そうなんですか。あ、一緒に映画館の、はい、映画を見ました。よくつけていただいて、はい、でプラッとカスカベって、はい、今ここなんですけど、ここに、あ、はい、あ、しんちゃん、ありがとうございます、はい、郷土資料館がすぐそばにあるんですが、はい、そこだと4つスタンプが押せるようになってます。この近くですか。はい、500メートルぐらいです。え、どっち、そっちですか。こっちまっすぐ右に、はいはい、はい、行って手前に消防署があるので、あ、ありました、ありました、ありました、はい、その向かい側のところに郷土資料館がありまして、あ、あったかもしれない、はい、よければどうぞ、はい、わかりました。ザ埼玉ということで、はい、まあ、春日部、はい、ああ、埼玉の人には異論があるかもしれませんけどもね、埼玉もたくさんいいとこあるからね、またそのうちいろんなとこ回った時には、ザ埼玉のどこどこという形でやっていこうかなと思います。はい、蝶野ちゃん登録よろしくお願いします。アイアン蝶野。